じゃ目焼きのして歩けねえだろう。こったらにとっちゃどこ吹く風だ。俺が嫌なのは人を切ることだけ。風なんざいくらでも吹きやがれ。足尾には銅山があって想像しいだろうが、山を越しゃ静かなところがあるだろう。雑踏さんだね。まあよかったらこっち行きな。はい。おお、なんかいい匂いがしてるもんだから、つい寄せられちゃいまして。わかるよ。行ける口なんだろう。そっちの方には目がねえんでございます。あ、なるほど。ああ、飲みかけが気にならなきゃ付き合っていきな。いいも気になるなんてとんでもねえ。いや、さあさあ、はい、だ酒だよ、ひょったんだ、ひょったんだ。じゃあ、あの、遠慮なくちょっと。いや、よかったらね、空にしてくれ。え、もういくらも残っちゃねえんだよ。本当に空にしちまいました。いいんだよ、宿場にしか酒あらな。どうも。何しろこっちの方と来たら目がねえ。よくわかったよ。どうもこそどうね。はいはい、うまかったな。こっちになってこんなこと伺うのは何でございますけど、旦那の商売何にしてらっしゃる方でございますかね。何に見えるね。そうですね、こんなところで酒を飲んでるところを見るってと上がりました。春風や川津飛び込む水の音とかなんとかお書きになってらっしゃる方じゃ。春風や川津飛び込む水の音。いや、もういいね、いい句だね。いや、そんなんじゃないよ。ああ、そうですか。じゃあ、ああ、銅山で商売なすってらっしゃる旦那所でございますね。違うね。それも違う。てえと、土星人じゃねえし。怒らせちゃいけません。隙がねえかな。隙がない、それはどういうことだね。ただそんな気がいたしました。ああ、風もやんだようだな。ねえ、雑踏さん。はい。ここで会ったのも何かの縁だ。旅は道連れと行こうか。あんまと道行きじゃ旦那あんまりゾッとしねえでしょうけども、どうもいたします。勘が冴えてると聞いてるが、お前さんはどうも極上飛び切れらしいな。世の中勘だけで当たっております。なるほど、それにしても大した勘だな。いい腕だ。
あの旦那、私あのちょっとお先失礼いたします。なんだ、お見かねりかい。変な音がしたもんですから。しょうがねえな。あ、そうだ、雑踏さん、あっしはね、達蔵というもんだよ。お前さんね、足尾の宿に足を止めるようなことがあったら山源ってうちに訪ねてきてくんな。わしはこれからそこへ行くんだよ。達蔵さんでございますか。から山源さん、わかりました。また縁がありましたらお目にかかりますでございます。また会おうね。はい。勘助、おめえのそいつがありゃ誰が来ても平気だな。恐ろしいもんだ。よし、勝った。鳥を撃つより銭になんだろう。おめえさんもよく知っての通り、この口入れ山中は足掛け7年きちんきちんと二足を銅山に入れてきたんで、それをだな、手形を出せるなんてあんまりじゃねえかよ。ええ、ブズ、今日から人足の口入れは一切やさぶる親分が取り仕切ることになったんだ。今まで通り銅山に入りたきゃうちの抱え人足になりやれ。そんな無理だな。とにかく集めて垂らして一日中あんな穴蔵で手取り一日もならないんじゃ。それが不足ならとっとと移る。お役人様、お役人様、昨日まで手前どもが扱っておりました20人分の手形をお下げ渡しくださいませ。本日より手形のすべては八三郎が取り扱うとのお達しだ。そんな、もう手前どもはもう10年余りも、うるさい。言うことがあれば銅山支配殿に直々申し上げろ。それでは今日の仕事に間に合います。お願いでございます。くどい。手形のすべては八三郎が取り扱うんだ。八三郎一家が口入れ家業ならこの彦太郎一家も同じ口入れ家業。そんな無法はお天道様が許されませんよ。誰、お金の騒ぎに婿だろ。誰が何と言おうとそんな理不尽は許されません。それでは銅山が終わりになる。竹馬の人たちの生活だってめちゃめちゃになってしまいます。とったよ、山や宿場はな、俺たちの親分が取り仕切ってるんだ。もうとったの出る幕はねえんだよ。ほら、この若造、おやけに様、おやけに様。倉蔵さん、うちの手形どうなってんだよ。山源一家には格別の取り計らいで10枚だけ分けてやるようにと親分さんのお言葉だ。おじいさんにありがたく思えってよく言っときな。うん。目が見えないもんでございますけれども。おう、おめえ
何引っ張ってんだよ。お前さん、目焼きなら見たらわかるでしょ。ええ、寺はどこでございますかね。しくらみ、寺はどこだって聞いたの。しゃべり、すぐに、おろ、おっ、あっ、ずっと、あっ、寺はどこだ。この道ぶつかって、左ぐでいっか、左だな。知らずのこの俺に埋められたんじゃ迷わず成仏しろってのはそれはもう私もね、お前さんがどこのどなたかとうとう知らずじまいだ。悪い、どなたかご外装の方がお見えになりましたよ。念仏とねえに来てくれたのか、一緒に墓へ埋まるつもりで来たらしだねえよ。気に入らねえ三つぐずでしょうが、一人で旅するよりかはマシだ。何？あんまだと？すげえのなのって、センターも人たちで。親分、あっしが昼間見た雑踏はそいつですぜ。そうか、それではっきりした。ひょっとしたら雑踏一ってのはそいつのことかもしれないな。倉蔵、その雑踏を探し出せ。目に昔が戻ってきたようで、お父っつぁんがどんなに喜んでくれてるか知れません。うん、何もかも昨日のようだ。いや、変わったのはおめえだけだよ。いい娘さんになったな。おめえの手紙を見てもう矢も盾もたまらなくなってやってきたんだよ。わざわざ来ていただくつもりじゃ。ただ愚痴をこぼす人がいないもんです。なんだ、水くせえことは言いながんな。兄弟分の忘れなたみが困っていると聞いて黙って引っ込んじゃいられねえんだ。そういえば妙な雑踏にあったがな。雑踏さん、あれさん、あ、どうぞ。ね、ありがとうよ。うん、ところで弥三郎ってやつのことを聞かせてもらおうか。はい。どこからか流れ込んできてからまだ3年とちょっとしかならないっていうのに、あっという間にのし上がって、今じゃこの宿場を牛耳って怖いものなしなんです。ほう。上辺は穏やかだし、大きな声一つ出さないくせに、することなすことはゾッとするほど、それこそ血も涙もないむごい仕打ちをするやつなんです。うちにいた子分たちも一人減り二人減りして、今じゃこのゴン太たった一人っきり。宿場中どこだって弥三郎の息がかかっているし、道山支配のお役人でさえ言いなり次第なんです。
お役人まで丸め込んでしまったのか。親代々人足の口入れ家業を一つに扱ってきた山源一家だ。たとえ最後の一人になってもその看板を守り通そうというお新さん、さすが兄弟分の娘だけのことはある。まあ俺が来たから指一本刺させるこっちゃねえ。安心していなさるがいいで。ありがとうございます。まとまったお金を出すから山源の看板を下ろせって、毎日脅かし半分のおためごかしを持ちかけられましたけど、私は返事もしませんでした。よくおとなしく黙ってたな。それがあっしにもわからねえんで、今日もねこっちに手形を10枚回してくれましたんです。どういうわけだ。さあ、とにかく俺がやってきたんだ。まあじっくり相談しようじゃねえか。へえ、ごめんよ。ええ、腹は決まったが、下田たちは考えも変わると思ってな、もう一度念押しにやってきたんだ。死んだお父っつぁんのためにも、誰が何と言おうと山源の看板を下ろしません。えれ、俺はなおめえのそういうところが好きなんだ。今日手形を回したのは受け取ってくれたか。礼を言えとおっしゃるんですか。やさぶろはな、そんな野暮な男じゃねえ。俺の言いてえのは、この家業は女には無理だってことなんだ。女は女らしく立派な亭主を持って。せっかくですがお断りします。そうかい。俺は一旦こうと決めたらとことんやり抜く男なんだ。私の頑固もお父っつぁん譲りでしてね。帰ってください。帰れって言えば帰るがな。助っ人に妙なじじいが来たっていうのはその人かい。まあ、昔はどうだか知らねえが、今のこの宿場じゃそんな老いぼれクソの役にも立たねえぜ。おしんさんよ、これが最後だ。明日一日待ってやるぜ。しょう、言ってこと昔あって。あの八三郎ってやつはおめえに惚れてるな。まさか。あっしも金がねそう睨んでおりました。姉さんを見るときのあいつの目、確かに惚れた男の。ゴン太。え、余計なおしゃべりする暇におじさんにお酒の支度をするんだよ。え、することは半人前のくせに口だけは人一倍なんだから。まあ八三郎がどう思うがそいつは別だ。しかし日限まで切られちゃこっちも受けて立たなくちゃならねえな。ねえ、あんまさん、八三郎親分さんに話を通しといたがいいんじゃないですか。それはまた、なんで通さなくてならないんです。この宿場で、もみ料理するつもりなんでしょう。はい。なあ、だったら、悪いこと言わねえや。親分さんに断りなしで始めると、はあ、取り返しのつかねえ大変なことになりますよ。なんてことなんですか。あんまから数を取る親分さんがこの宿場にはいるんです。ええ、あのね、あの昔山源親分の時はそんなことなかった。あの親分の時はね、もう静かで穏やかな宿場だったんだがね。山源さん。うん。へえ。今のね、八三郎親分の代になる。どうしても代になってから。ええ、ほら、どうも。
さん、明日から倍になるからな。そのつもりでな。倍？そんな殺生が。そんなことになったらわしらどうやって暮らしてったら。暮らすんだよ。泣いて暮らすんだ。え？おい、行くぞ。この野郎！君たち。あの歌おかしいな。またなんか始めたな。お父さん。やっぱり。姉さん、姉さん。はいよ。あ、どうも。今向かいで飯を食いながらこちらの話聞いてましたところが、この始末って変なことになりましたね。まあまあまあ、とにかくね、こっちへ行ってくんね。はい。なんかこう、とんでもねえところへお邪魔しちまったようで。何を言ってんだい、だ父さん。気にすることはねえよ。さっき、飯屋のとっつぁんから、やさぼろってお人の噂を聞いたんでございますけど。なに、成り上がり者のやさぼろ一家に脅されて、尻尾巻くような山源一家じゃねえよ。あいつは、銅山の口入れ家業を独り占めにしようって、黒煙まで切ってきたのは昨夜だよ。その返事も聞かないうちに、この悪どい葉っぱ騒ぎだ。おしんと申します。飛んだ時においでいただいて申し訳ございません。てめえの方こそも飛んでくれ月にお邪魔しちゃってど。おじさんからあなたのことはお伺いしてます。おじさんったら座頭さん座頭さんって、それはもう人の口に後が立てられねえね。もう今朝耳に減ったんだよ、墓場の一件。いや、しゃね、ああ話を聞いて、これはてっきりお前さんに違えねえと思ったよ。姉さん、来てください。洋介のやつ様子がおかしいんで。そうさん、ゆっくりしてってくんねよ。なんか手伝わなくちゃいけねえ。バカ野郎、誰早く始末しろっつったんだ、あの雑踏な。ああ、もう水はいらねえよ。かわいそうに、まだ若えのにな。あ、お前な、その水飲んでみな。うめえよ。じゃあ、いただきます。うめえ水だろう。本当にうめえ水ですね。うん、俺もよくその水を飲みに来たもんだよ。もう30年も前のことになるかな。いや、実を言うと、お目当ては水じゃねえんだよ。ここで洗い物をしている娘さんに口を聞くためなんだよ。よっぽどいい女だったんでございますね。うん、一人娘で、名前は
お玉って言うんだ。うん。ところが俺がつまらねえ間違いを起こして2年ばかりわらじを履いて帰ってきた時はその娘は亭主持ちさ。その亭主が兄弟分の源兵衛だよ。まあ、おしんちゃんはその娘さ。そうでございますか。じゃあまあ達蔵さんのお子さんも同じことでございますね。うん、まあそういうことだ。まあ、そのおしんちゃんにもしものことがあったら俺は死んだ兄弟分に申し訳がねえからな。おいちゃん、え、お前さん、ラゲドスの立つと異名を取った男を知ってなさるかい？あ、ラゲ武士ですか。いや、ラゲドスだよ。ドス？知ってなさるかい？ええ、ええ、あの、確か信州小室で4、5年前になんかすげえ腕を見せたって噂は聞いております。はい。いや、俺はそっちの方へ行ったことはねえんだよ。行ったことはねえんだよ。まあ、そんなことはどうでもいいや。いっちゃん、力を貸してくれるかい？佐藤さんをお連れしました。よう、すまねえすまねえ。ちょっと親分に当たってくんな。え、親分さんってやつと？この地区にはな、やさぶる親分しかいねえんだよ。どうも、親分さんでございますか。どうも、お初にお目にかかれます。また本日はご丁寧にお出迎えいただきまして、大したもんでございますね。座敷へ通っただけでこの足の肝っ玉がスーッとするってな。だいぶあちらさんとは違うな、こりゃ。当たり前よ。葉っぱの一つや二つでガタガタ騒いでじゃ、こんなところの口入れ稼業は務まらねえよ。へいへい、なるほど。矢三郎親分さんの草木がなびくはずでございますね。まあそんなことはどっちでもいいや。それよりおめえ、うちの子分をたっぷり可愛がってくれたそうじゃないか。親分さんとこの小文書だったんでございますか。もう私は目が見えねえもんでございますから、降りかかってくる死の子がどうしても払わない。何だと？どうぞどうぞ勘弁してやってくださいよ。しおくらぞ、あんまが手をついて謝ってるんだ。まあおめえも一つ目をつぶってやんな。あいつは今度の件じゃな、俺血を見たくねえんだ。おめえが山源にいるってえと、うちの若えもんも何人か白い着物を着せなきゃならねえ。それにおしん、達蔵、ゴン太にも棺桶に入ってもらわなきゃならねえことになるんだ。だからおめえはこの地区から出ていくんだ。わかったな。それがどうも座頭のひがみってやつでございますかね。人様が左ってば右、白ってば黒。なかなか首を縦に振れねえか。いい。それなら俺が振らしてやろうが。ああ。ナイツさん、おめえも都政人の足来るなら、盆の上で勝負をつけようじゃないか。才の目で話を突きをつってるんだ。ああ驚いた。私はまたこの仕込みを抜かなくちゃならねえのかと思う。
しましたよ。親分さん、博打は私も嫌いなもんじゃございません。で、この勝負、あっしが勝ったらどういうことになりますかね。どなたかちょっと火を貸してやってくださいまし。どうもありがとうございました。はあ、長長あなた、この客人が出て行くんで挨拶がしてんだとよ。俺と勝負して負けたんだ。ああ、博打の目もついてなかったぜ。え？ルチさん。負けは負けだよ。ルチさん、お立ちなせ。達蔵さん。一晩ぐらいご厄介になろうと思ったんですけども、ごめんなさい。用が済んだら帰ってください。おしんさん、その強い花っ柱が叩き折るのが楽しみだぜ。ええ、ねえ、八三郎さんとやら、ああ、お前さん本当におしんちゃんが好きなら好きで、もっと他にやり方があるんじゃねえのかね。何？いや、それが渡世人の作法というもんじゃねえのかい。とつぁん、大したもんじゃないかい。それだけ人間ができてりゃどうして大親分にならなかったんだ、その年でよ。俺はな、都政の掟がどうのこうのなんてことは知らねえ。だがな、負け犬になりたくねえってことよ。この宿場の掟は俺なんだ。掟の言う通りにしてもらうぜ。ふざけんね。山辺の金看板取れるんなら取ってみろ。お前らが何をござごと、この達蔵は取らせねえぞ。そうか。まあ、刻限までにまだ間があらな。とつぁん、よく考えて返答するんだな。おう。おじさん、ありがとうございます。死んだお父っつぁんに代わって。よしなよ、よしなよ。
源兵衛とっつぁんのために死に花を咲かせてえと、それ一つを望みにやってきたこの達蔵だよ。今日で喜んで死なせてもらうぜ。左近さん、次な。ええ、ですがどうも腑に落ちねえんで。三人にどうして湯飲みが四ついるんだか。もしやおじさん、死んだお父っつぁん。死んだ親分の。殴り込めな。やっぱり帰ってきてくれたな。達蔵だ。どうしてこう意地が汚ねえのか、酒の匂いを嗅ぎつけてまた戻ってきました。一さん、おじさんは一さんの戻ってくるの分かってたのね。うん、たまげたな。達蔵だ、この喧嘩今すぐこっちから仕掛けても勝ち目はありませんぜ。俺もどうしようかと思ってたんだよ。あの山へ仕掛ける葉っぱ、どこにあるか場所は分かってますかい。そいつをこっちの切り札に使うんだ。葉っぱをどうやって。今度はすまねえが、お前さんちょっとかっぱらいをしてくれるかい。かっぱらいをやるくらいのことなら朝飯前で。でその葉っぱをどうするんです。俺は読み計らってな、三度ばかり派手なやつを打ち上げてほしいんだ。そうか、山で葉っぱがなりゃ八三郎のやつ慌てて子分を山へ追いやる、手薄になったところを狙うっていう寸法か。座頭一も小田物か。そろそろ約束の刻限だな。どうや、山へ行っておしん引きずってこい。それからな、老いぼれの達蔵が死ぬもの言ったらぶった切れ。誰もいませんぜ。そんなバカなことあるか。隅々まで屋さんしたのか。それはもう仏壇の前に酒と湯飲みが四つ。あら、山だ。連れて見張ってこい。はい、来んな。おい、とめ、おめえ湯飲みがどうとか言ってたな。ええ、四つありました。四つ。おい、とめ、上がり持ってこい。え、なんで暗くなってるんだ。
三郎さん。よく考えたけど、看板は下ろせないよ。どうでも欲しけりゃ、腕ずくで取ってみろ。何？どうへ？どうすだ？おう。地獄までは行ってきたな。閻魔さんはどうでもお前さんを連れてこいって聞かねえから。ここまで戻ってきましたのさ。姉さん、いっちゃん、おいおい、ほっとこほうがいっちゃんへのお礼になるよ。いっちゃん、おかげで命拾いしました。お天道さん、お天道さん、面内ならそのこの私とはお互いかしかりゃないけれど、聞けばあなたも一人者。一人の痛い気なみなしごを連れて道を急ぐ座頭市。邪悪な欲望が渦巻き、温かい愛情が花開く、次回座頭市物語にご期待ください。